こんにちは、久米黒です。こんにちは。さあ、今日なんですけども、はい、木部さんがね主催している藤沢のキッズたちですね、はいに向けたキッズスクールの方に久米ブローズでお邪魔したいと思います。よっ、キッズスクールで結構さ、僕らに初めてこう子供をサーフィンさせるのって何歳ぐらいがベストですかとか、はい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 、あとはこうやる時の注意点だったり、うんうんうん、あとお父さんお母さんがこう海に入って一緒に押す時、うん、プッシュですよね、うん、と一緒に乗ったりする時の、うん、アドバイス教えてくださいって言われたりするじゃないですか。ありますね、うん、だから今回すごいいい、まあ、機会を、はい、確かに僕らも呼んでいただいたなっていう、はい、初めてやるキッズとかが結構対象なんですよ、はいはいはい、今回のイベント。なんかどうやら4歳とか多いらしいです。あ、そうですよ。4歳5歳で、まあ、小学校1年生ぐらいまでの本当にキッズと言われる子たちが、うん、今日は体験しに来る、はい、っていうことなので、まあ本当にねそういう子たちがサーフィンをどう始めたらいいかとかっていうところに、うん、今回はハウチューしていきたいなっていうふうに思います。いいですね。重要だよ。まあそうなんですよ。これがきっかけでサーフィン好きになるかどうかって変わってきますから、はい、うんうん、はい、紫スポーツのそのファーストチャレンジとか、うん、キッズスクールっていうので、はい、まあやらったことがあるんですよ、はいはい、そう、まあ、それをね皆さんにシェアして、まあ、今後お子さんと一緒にやっぱサーフィンしたいじゃないですか、うん、どうなんですか、はい、お父さん。いや本当に本当にそれを知ってるか否かで、はい、子供が、うん、いや下手したら怖がってしまう、はいはいはい、でそっからもう何年もちょっと海に入れないなんてこともありえるので、はいはいはい、そうはなってほしくないですよね、やっぱり自分の子供に、まあね、そうだね、うん、まあ、でも本当にそういうこともあるので、うんうん、まあ、今回はね、簡単にまず3ステップに分けて、はい、こちらを皆さんにお伝えしたいなというふうに思っております。はい、でまずこの3ステップの前に必ず押さえていただきたいこと、うん、はい、これがサーフィンをするエリア選び。大事大事。そう、これね、うんうん、どん深なところでやっちゃうとやっぱ足届かないんですよ。はいはいはい。最悪子供たちがポンって落ちちゃった時に、うん、自分がこうすくい上げれなくなっちゃう。そうだね。遠浅で足が届くポイント、うん、そしてスープがいっぱい長くゆるーくつながってるところ、うん、ここのエリア選びっていうのはすごい重要。じゃあ湘南だったら久下沼ですね。はいはいはい、久下沼エリアはすごくこう今ね、うん、やりやすいので、まあ、今回も久下沼にね、うん、お邪魔してるんですけど、はい、そしてもう一つ、はい、サーフボード選び、うんうん、はい、大事。これねやっぱ自分が持ってるショートボードにピュンって一緒に乗りたいって気持ちは分かるんですよ。分かる。持ってないとその道具を揃えなきゃいけないってあるんですけど、うんうん、はい、やっぱり大きめのソフトボード、ロングボード、うん、はい、これを持つことによってお子さんと一緒に、うん、プッシュじゃなくてね、うん、後ろで支えながらバタバタバタって乗っていけるんだよね、うん、でもそれなんだそれって思ってる方もいると思うんですよ。ああ、そうですよね。見たことなかったりする方もいると思うんで、うん、今日それちょっと実演しましょうよ。そうですね、はい、そういうまずやり方でステップをこなしていくと、うん、うまく乗れると思いますので、はい、まずこれを押さえた上でこの3ステップです。はい、まずは、はい、ステップ1ですね、はい、これが波の選び方、はい、大切ですね、はい、選び方、はい、あの波の選び方を失敗してしまうと、まあ、その子供だったり、あとこれって今からサーフィン始めるよっていう人にも同じことが言えるんですよ、うん、もう明日からサーフィン始めようっていう方にもしっかりと学んでもらいたいんですけど、はい、波の選び方失敗すると、うん、どんなに運動神経が良くてどんなにテイクオフとか立てる運動能力があったとしても立てない、立てない、うん、そう、立ったはいいけど転んじゃうとか、はい、そういうのがあるんですよね、うん、でこれ何が重要かっていうと、うん、まずはスープから乗る、はい、スープから、はい、スープから乗ることが何よりも大切、うん、もちろんねこうサーフィンの概念ってさ、うねりからブーって来て乗ってってスープになるっていうのが、うん、まあ、一般的じゃないですか、うん、はい、なんですけどその何がこううねりの時にプッシュだったり一緒に乗ってしまうとスープになる時に一旦掘れたらドンって割れるじゃないですか、はいはいはい、うん、こう掘れる時に、うん、ダンって刺さっちゃう。そうだね。そう、うん、だからこの刺さらないようにするためにあのスープで乗っていくっていうのが大事です。めっちゃ大事です。めちゃめちゃ大事です、はい、そして、はい、ステップ2、はい、プッシュのやり方、うん、はいはいはい、おこれもね非常に勉強していただきたいんですけれども、はい、闇雲に波が来たからって言っておるらいますよね。闇雲に押しちゃってるはい、はい、パパさんたち、はいはいはい、これダメです。これ NG なんですよね。やっぱり波っていうのは力のあるところ、はい、そしてタイミングっていうのがある、割れるタイミングっていうのがあるので波に合わせて押してあげる、うん、でないと突き刺さっちゃう、はい、こういったことも起きてくるのでプッシュのするタイミングっていうのがね、そうなんです、非常に重要な。引き波ってやっぱりあるんで、はいはい、波の力って引いてから割れるじゃないですか、うん、はい、引いてるタイミングに押しても、はいはい、結局最初だけピューンっていくけど戻されて後ろのスープに巻かれちゃうとか、
だそこのタイミングもすごく重要ですね。ありますよね。はいはい、そして3つ目、はい、ライディングの終わり方。終わり方、はい、これ大切なんですよ、ね、めちゃくちゃ大切、はい、バーって岸まで一緒に、ね、乗ってったりとかプッシュして岸まで行くじゃないですか、うん、でその最後のところで、うん、まあ、乗り切ったイエーイってなって子供がジャンプして降りちゃったりすると、うん、すごいもう水深が浅いんですよ。ああ、うん、はい、だから飛び降りた時の足グキッって行っちゃったりとか、頭から行こうもんなら、うん、危ない、グキッとなっちゃうんですよ、うん、だからそのライディングの終わり方をしっかりとまず子供に教えてあげる、はい、ピョンってこう降りないよっていう、ゆっくりストップで落ちてくださいっていうのを教えてあげるっていう、はい、まあ、このね3ステップっていうのをしっかりと押さえてもらいたいなっていうふうに思います、うん、簡単ですね、はい、覚えれば、はい、なんでそれを今日はね、はい、実践を踏まえて一緒に、キッズたちとやっていきたいなっていうふうに思います、はい、はいはいはい、ということで、はい、今からねキッズスクールの方にクメブローズでお邪魔して、はい、How to っていうのをやっていきたいと思いますので、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。行ってきます。立ち上がる練習したいと思います。はい、はい、が来たら、うん、立ち上がるとこうやってパッてサボの上に立ち上がってよ、はいはい、はい、それだけで、よし、一回だけさ、みんなでさ練習してみよう。じゃあここに胸の横に手ついてください。ここここ、はい、行くよ、せーの、行くよ、真似して真似して、せーので立ち上がる横、うん、はい、前向、横だよ、横向いてこう、イエーイ。しゃがんで前見る、前見て、行く方こじゃあこっちだね、グーフィースタンスじゃん、はい、こう横向いて、いや、こっち見る、イエーイ、はい、そう、オッケー、めっちゃいいじゃん。じゃあ誰からやる、はい、よし、じゃあ行こう、よし、じゃあ行くよ、はい、どうぞ、はい、押さえてるから絶対、うぃー、はい、そう、はい、横になってください。そうそうそう、上手、もうちょい前、もうちょい前来れる、一回行くよ、はい、もうちょい、この辺、はい、掴んで、掴んでね、はい、うい、うい、よし、やってみよう、よし、この波行くぞ、いけいけ、前見て、前見て、前見て、はい、結構初めての子供たちをプッシュで押すときに、うねりから押すとどうしてもブレイクしちゃうじゃないですか。その時に掘れて刺さっちゃう、はい、一番重要なのは波が割り切ったスープ、はい、でもうスープになった状態で押してあげる、それがめっちゃベスト。めっちゃ重要。おお。リュウヘイくん、初めてのキッズたち、どういう波選びをしたらいいんですか？スープ混じりみたいなのをしてあげたりすると、ちょっと立ち上がりやすい。やっぱスピードがピューって速くなっちゃうと怖くなっちゃう。一番はやっぱりワイプアウトさせないっていうところを、やっぱり考えてあげた方がいいから、浮かせるっていうよりは、転ばせないっていうのがすごく重要だから。転ばせない、はい。だからそこを、意識した波選びをやると、はい、あの子供も怖くなくてサーフィンできる。なるほど。楽しいもんね。フィース、イエーイ。最初はやっぱね緊張しちゃうんですよ。はい。はい、行くよ。頑張れ。楽しんで。頑張れ。来た。ここで押さえてあげれば一回さ立ってみる。せーの、え、う
こういう出前もそうそう、こっち向くしよう。はいはいはい。おお、おまた来た、また来たな。うコウヘイくん、このやっぱ波向かっていくときとかどうしても顔に波ぶつかるじゃないですか、はいはい、それで怖がっちゃう子とかもいるんですよ。もちろんそういうときってなんかいい方法あるんですか？本気で上に持ち上げる。本気上に持ち上げる。だからエリア選択を大切なんですよ。はい、浅いじゃないですか。そうですね、見てもらってる通り僕らが立てる、うん、こういうところがすごい必要。万一転んじゃっても、はい、自分が立てるからすぐすくい上げれる、はいはい、そういうエリア選択も大切です。なるほど。よし、お疲れ様でしょ。お疲れ様です。はい、ということで、はい、キッズスクール終了しましたね。元気たくさん、楽しかったね。すごいなんか貴重な体験をまたさせていただきました。あ、本当ですか。はい、4歳ぐらい下から小学生ぐらいだったんですけど、はいはいはい、初めて海に入る、まあ、子供たちが多かったんです、うん、そうだね。やっぱり最初怖いなって言って、うん、言ってたのが、一緒にこうやってなんかこう、うん、海にこう触れ合うことで、うん、2回3回目の笑顔、うん、いやー、確かにバカった、めちゃくちゃ可愛かった。それはヒロトも言ってたよ。すごい繊細ですね、子供って、うん、もうほんと最初ガチガチだったじゃないですか、ね、で2、3回乗って徐々に徐々に、うん、そうなんだよ、笑顔出てきたりして、ね、でもこれが最初の3ステップを間違えてしまうと、うん、もうやだ、もうやりたくないってことになってしまう。そうだね、うん、あとは、うん、今回とかはやっぱ大勢同じぐらいの子たちがいるんで、うん、子供たちもやっぱあの子とかこの子もやってるから大丈夫なんだなっていう安心感が絶対あると思うんですよ。一、うんうん、人でやるとさ、やっぱ怖いのと一緒、うんうんうん、それ俺らもそうじゃん。そうだね、なんかこう友達とかみんなでさ一緒にこうね海入るときはなんかこう大丈夫な気持ちがするけど、一、うんうん、人でさ、うん、めっちゃでかい台風の時に入る怖いじゃないですか。そうだね、それで多分一緒だと思うので、だからこういう機会がこうファーストチャレンジするにはすごくいいなと思う。そうだね、思う、こうやりたいなっていう子たちはもうこういう機会をね見つけてね、うん、なかなかないんですけど、うん、まあ、あとは本当にお父さんとかお母さんと一緒にこう安全をちゃんとね考慮した上でチャレンジしてもらえたらいいなっていうふうに思いますけど、はい、本当にね、ただ毎回思うんですけど楽しいですよね、うん、その人それぞれさ、やっぱ子供たちもさ、うん、性格が違うから、そうね、もうガンガン行くぜっていう子もいれば、うん、慎重な子たちもいるし、うん、だからそこはねその子供たちの、ね、性格を見ながらなんですけど、うんうん、でもここからね、本当夏、本当サーフィンハイシーズンになってくるわけで、う、うん、もうこれから
サーフィン初めて触れ合うっていう、それこそ大人の方とかもいると思うんで、うん、はい、一緒にねサーフィン付き添う方はちょっとこれ参考にしていただけると。そうです ねやっぱ一人でもサーフィンを楽しんでくれる人が増えるっていうのが一番嬉しいことだから、マジでね。そもそもねサーフィンって高齢化してるんですよ、うん、これはもう間違いないと思うんです、うん、だからね子供たちがね、うん、サーフィン楽しいって言ってやってくれること自体がやっぱ僕らもね、うん、嬉しいことじゃないですか。本当ですね、うん、だからねこうこれを見てねぜひね、お父さんお母さんとかね、はい、子供たちと一緒にサーフィン楽しんでもらいたいなっていうふうに思います、はいはい、まず押さえていただきたいのが、はい、サーフィンするエリア選び、はい、エリア選び、そして、サーフボード選び、うん、はい、これはもう事前情報として持っといてください、はいはいはい、そして実際に海入った時の3ステップ、はいはい、まず1つ目は、波の選び方、はいはいはい、掘れてる波じゃなくて、うん、できればスープの波を選ぶ、うん、はい、そして2つ目、はい、プッシュのやり方、はいはい、力任せにバーンと押すんじゃなくて、うん、こう引き波からのちゃんと割れる、うん、こう割れたところをめがけてプッシュしたりだとか、うん、まあ、今回はね、子供たちがちっちゃかったんで一緒に乗ることが多かったですけど、はい、乗るタイミングも一緒です、はい、波が来たからバーンって走ってって、うん、ブーンって行くんじゃなくて、うん、あ波が来たなと思ったらそれに合わせてそうですね、スーッて、うん、後ろで押さえてあげながら、はい、まずはボディーボードスタイルで長くゆったり乗る、うん、これでスピード感とかね、体験ができるの で、ね、はい、ここは徐々に立っていけばいいという話なんですね、うん、そして3つ目ですね、ライディングの終わり方、はいはい、こうね最後まで乗ってった時に、うん、やっぱだいぶ浅くなってたじゃん。そうだね、もう水深すね、うん、くるぶしぐらいですよ、うん、こんなもん、うん、はい、で子供たち軽いから、うん、そこまでビューって乗るんですよ、うん、はい、そうなった時にジャンプして降りない、うん、はい、これ怪我しちゃうんで、ね、そうですね、はい、そのまず3ステップをしっかり押さえてもらった上で、はい、一緒にねお子供たちとねサーフィン楽しんでもらいたいなというふうに思います、はい、で今回のこの動画は子供たちだけじゃなくて、うん、明日からサーフィンを始めるよっていう方、うん、もうこの初めてサーフィンをやる方とか、あとはビギナーの方、はい、まあ、これからテイクオフの練習するよっていう方とかも通ずる話なので、そうですね、一概に子供っていうくくりじゃないです、うんうん、はい、本当に初級者の方が初めてやるよっていう時のハウズになりますので、はい、ぜひね、これをね見て、はい、はい、ハイシーズンね楽しんでもらいたいなというふうに思います、はい、はい、ということで素敵な週末をお過ごしください。クメブローでした。ハッピーウィークエンド、ハッピーウィークエンド。